武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年学習院大学の国語の勉強方法について話していきたいと思います。学習院大学の国語、試験時間は60分間で、配点は120点満点の試験になります。大問構成は全部で3題出題されています。1題目が漢字問題、2題目が現代文の問題、3題目が古文の問題というような構成になっておりました。で、学習院大学の特徴を一言で言うならば、文章の内容そのものよりも知識に関する問題が、多く出題されるという形になります。なので、学習院大学を受ける方であれば、現代文だったら漢字の勉強はマストでしておいてほしいですね。古文に関しても、単語文法はもちろんのこと、古文常識や文学史の知識まで、しっかり入れておいてもらえると、すごく効果的かと思います。で、そういったその知識部分で点数をどれだけ取れるかっていうのがポイントになってきますので、その辺の対策を重点的に行うようにしてください。で、現代文、文章とかその文章の読解のレベルとしては、マーチレベルの、現代文読解力の開発講座、アクセス発展編、 G マーチ、カンカン同率の現代文、これらの参考書で対策をしてもらえれば十分かと思います。古文に関してもマーチレベルの、有名私大古文演習、首都圏難関私大古文演習、 G マーチ、カンカン同率の古文、こちらの参考書まで仕上げておいてもらえると十分かと思います。で、その先ほども話したように知識系の問題が非常に合否を分けるポイントになってきますので、漢字の対策や語句の対策、古文単語、古典文法、古文常識の対策はおろそかにしないように徹底的にやり込んでいきましょう。今回は以上です。